こんにちは、るみです。今日はちょっとお疲れです。昨日はお忙しくさせてもらいました。なんか不思議なことに、昨日はお尻デーでずっとお尻に指を入れてました。3時間弱ぐらいは一人じゃないけど入れてた気がします。なんかお尻やりたい人ってなんか固まっていらっしゃる、ご来店されます。なんかそういうバイオリズムだったり月の満ち欠けとか影響するのかな。今日はなんと喋ることをメモってしまいました。そう、今日は家の階段、結構古い家なんで階段が急なんですけど、一番上から2階ほど落ちかけて、まあ毎回手すりを握って降りるんですけど、ちょっと嫌だなみたいな、このなんかこう続けて起きることって私結構気にしてて、シンクロとか気にしてるので、この2回落ちかけるってなんだろうと思って、今日は階段はひたすら気にしようと思います。で、昨日のお尻デーですごいお久しぶりのお客さんがいらして、どれぐらい最初に会ったのは11年ぐらい前の一番最初に働いてたお店で、また今のお店で再会して、で5、6年ぶりって言われてたんですけど、まあすごい感じやすい方で、でベッドの壁に鏡があって、その人を責めてる自分がめっちゃニヤニヤしてたのがちょっと自分でも受けました。なんか感じやすい人責めてる時こんな顔して責めてんだなみたいな。でその方と5、6年ぶりにお会いしたんですけど、その当時、まあ、最初に11年ぐらい前とか、その5、6年前もそうなんだけど、当時はすごいいっぱいいっぱいで、その方のこうリクエストに応えるのに必死だったんですけど、今回初めて、ああこの人はシャイな変態なんだなと思って、あのすごいそういうのが分析できるほど余裕を持ってプレイできたのが大人になったなって思いました。で今日は漫画を読みます。このフレナバオチンっていう漫画がネットで1巻だけ無料で公開されてて、なんかこう女を捨てた主婦が恋に落ちてどうなるみたいな、恋に落ちて展開はどうなるみたいな感じで面白そうだったので11巻もあったんですけど、まとめて買ってしまいました。読み終わったらメルカリで売ろうと思います。今やりたいのは部屋の模様替えです。ちなみにこの映ってるところは私の部屋ではありません。でもこのカーテンは私が気に入って自腹で買ってつけたものです。こういうダマスク柄がすごい好きです。そうそうそう、模様替えがしたくて、
もともと 3LDK に住んでたんですけど、まあいろいろあっておばあちゃん家に引っ越して、今6畳2間が私のスペースなんですけども、物がすごい多くてうんざりしてます。たまにお仕事で綺麗なホテルとか行くと、普通のビジネスホテルとか行くと、ああ何もない部屋っていいなーって思うので、何もない部屋にしたいなと思ってます。じゃあこれから漫画を読みます。またね。